おはようございます。ガイリーケンソルダーです。そして今回のドッキングは、はい、マックス尾形こと尾形梨紗です。よろしくお願いします。はい、そうマックスになったのは僕ねパチパチで見ました。あ、知ってます。知ってます。あ、すごい。ただその時見てる方もしかして見てないんで、確かに、ま、なぜマックスになったの。そうなんですよ、あのちょっとマックスタイプの人口が出ちゃって出ちゃって、うん、出ちゃって出ちゃって、はい、であの新しいドッキングにね、アリサちゃんっていう子が入ったので、ちょっと区別をつけようってことでマックス尾形としてやらせてもらってはないんですけど、まあ交番用とか全部それで統一されてます。マックス、あ、そこまで全部ここまで書いちゃうんだ。そうなんですよ。なるほど。じゃあもう今日はもうマックスタイプで僕らが売ってる間に、そうですね、どんなマックスタイプが好きですか。今日は猪木か海里を打とうかな。まあ明日もね収録に来るので。わお、マックスタイプ得意になりたい俺も。いやいやいや、大体ね焦って駆け抜けしちゃうんですよね。駆け抜けちゃうタイプ。まあ、そんなこんな話してる場合じゃないですね。そうですよ。あの素敵なゲストが待ってますんで、はい、焼肉の店長でもあるし、そうライターでもあるし、まあ、すごい社長でもあるし、今回のゲスト牛尾さんです。お願いします。はい、お願いします。店長はやってないからね。あ、そうか、もう店長じゃない。もうじゃなくて店長をやったことはないからね。オーナー、焼肉のオーナーですね。店舗で働いてんのかと思っちゃいますよ、店長っていうから。でしょ、はい、いや、違います。切ることすらできないからね。びっくりした。持っちゃった、持っちゃった、はい、そこはあのないですけど。いや、久しぶりですね。ねえ、いつぶりですか。結構前ですよね。だから緑堂を打った記憶があるのよ、あのオーロラを。おオーロラをで、何にも起こらなかったことは覚えてるの。で、うん、このオープニングが終わるとドキッコは長い休憩に入るっていうのを覚えてる。だけ覚えてる、うん、すごい印象に残っちゃってる。そう、ね、なんかすごい昭和な感じがするよね。私ね、昭和昭和な…昭和なのでね、確かに、あのいいと思いますよ。あ、よかったです、嬉しいです。はい、昭和な…僕が昭和って分かるのおかしいよね。ね、何この文化地帯代が僕あるんですよね。紅茶マン一緒だな、一緒だな。だから今紅茶マンでいいと思うよ、うん、裏挑戦、まあ、それだけやってれば多分いいと思うよ、うんうん、それを言っちゃう、うん、いや僕はあの他の基本的に選ばない。あ、僕も基本はやめない。時間がないとかね、うん、取り切れなくなっちゃったら困るとかみたいな状況を除いては、うん、基本的にはあの裏挑戦一本縛りなんで。となるとちょっと今、思い浮かんだ企画があるんですけど、トムと牛尾の裏挑戦勝負。うまいこと別に言えてないよね。言えてない、そのまんまだよ。あ、そのまんまです。あの全然わからないです。あのね、あのやっぱり僕もそこしか選べないんで、ね、そこしか選べないでしょ。ああ、それをね、一番引けた方が、まあ、とりあえず本日の勝利者。なるほど。別にこの場面ね、打曲打つ場面なんですけど、だから隣で打ちますよ、この際。あれ、おね、じゃあルール説明まずしてもらいましょうか。はい、はい、制限時間は開店から6時間です。そしてですね、どちらかお一人が勝った場合には、サイン入り色紙を、そして2人とも勝利した場合は豪華景品とサイン入り色紙をプレゼントいたします。はい、はい、ありました。そうなんだ、結構ワイワイ、はい、ただ一言言わせてもらうけど、はい、サインぐらいもったいぶんなってよくない。あの言ってくれれば書きますんでね。そう、その場合はちょっとでもそれもね、芸人なんですから全然書きますもんね。あのホールにすみません、これサイン書いてくださる、全然喜んでるから写真も僕は書きますよ、はい、番組のルール上そういうことになってるみたいなんで、ね、ええ、最後ね、あの番組のポーズ覚えてますか。青いの、よし、じゃあ行きましょうか、はい、外国人スロッチャットの今がスロノキー裏挑戦勝負。うまく言ってないけど、ということで本日はコモンちゃんは取れるんだったら2人がどっちの方がフリーズできるか勝負だぜ。さあ打っていきましょうか。もうね、はい、
やるべきことは分かってるんでね、うん、とりあえず裏挑戦をいかに当てれるかだけですよ今日。そうだね、うん、だけですね。デートアライブですよまさに。チャンス目、これ あれこれ310行く前、あ、行く前に行ったぞ今。これは据え置きってこと？そういうことなの？僕ね全然詳しくないんで僕は。なの？ただ昨日69回だったからね。僕行きました。あれ？しかも右の方だね。そう右の方。今京チェリーいたんですよ。ちょっと待って。あ京チェリーいた。京チェリーは一発でいくことあるのよ。おお。え今チャンス目で溜まったのは？あこれ弱いやつだけど、あれこれチャンスパターン。あーダメ。えで、あれこれって変更でリセットされないんだっけ。タイム、えいやこれ据え置きなのかな。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って。あー弱い。うわぁこっからはダメだ。マジか。それはきついわ。あ設定変更で、内部的にはね10ポイントから259ポイント取れるんだったよ。うん、あもうだから全然わかんないね。うん、うん、全然わかんない。で、もう初当たり何しろこのポイント取ってそこの抽選でいちいち、まあ、チャンスゾーンから当てるか AT 抽選から当てるかっていうゲームなんですけど、こっちは主に、リプレイと、まあ、レア役もこっちは主にチェリーで上がるの。こっちはそれ以外のレア役ね。で、同一子役の連続入賞、まあ、ベルトリプレイなんですけど、連続した方をすると、まあ、するとっていうか、まあ、するほど大きいポイント取れやすくなるっていうね、
った？ 3 回目たまる？まだある。はい、行きました。2回目早い、ものすごい早い。そう、強チェリーを弾けるとね、うん、話早いのよね。お、あ、いきなり反省会いった、これいける、これいける。あれ嘘でしょ。お、当たっちゃったの？当たった。ただこっからだからね。そう、こっから、ここは単純に入り口に立っただけでしょ。ああ、でも右は2回目で当たったっていうのは多分でもね、いいよね。うん、ナイスか、どうよ。一発目、三分の1ね、 30% だからね。あー、3本か、あー弱い。たまに変わったりするよ、ここで。変わらなかった、残念。よし、20ゲーム頑張ります。お、いったー、成功へ、ここ高確率いきました。よいよ、終わった。ダメでした、もったいない。あっこで乗せらんないときついのよ。そう、もう終わりますよね、当然。まあ、考え方はレギュラーボーナスだっただけみたいなね。まあ、もう一回、次こそね。色男対決。
パンパターン来てるね。行っちゃう？ああ、当たった。チャンスゾーン。で、チャンスゾーンはね、自分で選ぶんで、3種類。で、これなんて言うんだろう、まあ、ルパンじゃない、ゼニー型がのチャンスをイメージしてもらえればなんとなく分かると思うんですけど、どうしようかな。結構大事よ。で、大体、どれもまあ 30% ちょっとぐらい、期待度で言うと、まあ、これ最初だから無難にとか言ってるとあんま面白くないから、もう一発タイプいこうか。これで決まりじゃ。で、成立役によって次のゲームね、これも味に型っぽいんだけど期待度は変わるんですよ。わかりやすいのは押し順ベルが成立すると 50% で当たるんで、まあその辺ちょっとこう、期待しつつな感じなんだよね。で、ダメでも他の子役でも、他の子役っていうかそれ以外何も揃わない場合で 26% とか 7% とかそんぐらい当たるんだよね。だからここで何が揃うか、何も揃わないと 26% だから厳しいんだけど、それでも 26% ぐらいあるのかね。お、下のパネルがフラッシュした。お願いします。当然全部赤い方の一発とか調整とか全部それにしよう。これで決まりじゃ。ちょっと待って、ちょっと待って、ストップ。それをしちゃう？あ、リプレイか。ね、結構ね、道が強いですよね。あのね、押し順ベル揃えば 50% なのよ。ああ。それ以外が弱いのよ。レア役だったんだけど。レア役だな、ね。おい、キョーベル？いたね、こっちが。2台はこれで当たるんでね、これで当たりやすいんでね。8点以外。おお、いいよ。と前兆ステージね、まあ、大体こっちの場合行くんだけどね。ただこっから反省会とかに行ってくれるかどうかっていう、反省会だとマグマ A か。あ、反省がいた。いいよ。当たってる時でもあんまそんなステップアップしないですよ、実は。お、これ当たるね。当たる。
俺てかここまでいったら初めて、むしろさあ強いやつ大丈夫だろう。あれ いやうわここまで、あ、そう、うわ絶対外しちゃダメなやつだ多分。4連5連5連、あれ6連たまるね、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 おー俺6連じゃ満足しないよ6連で。これはすごいでしょさすがに。あらマジかあ、いたすごいね、チャンスがバン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 来るよ。弱い、待って、テチュー、おーおあれこんな出目、うん、あるよ弱点、あ、こっちちょっと早いなぁ。あら、続いた。やった。このまま続けば、これは挑戦成功するんじゃないの？これやばいでしょ、これ来てるでしょ。あのね、関係ないよ。関係ないの？関係ないよ。前打った時は、霊薬引いた時は全部行きましたよ。生理痛薬関係あんだっけ？どうなんかな、あの気持ちだけは関係あるかな。はい、倍、倍当たったら大変よ。いた？いった。バイチャンスいた。バイ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 。これ当たったらやばいよ。2倍よ。あー、うわー。いやでも当たるからね普通に。当たるよ。あるよ。トムちゃん。今のはいかんわ。これ。これだ、これダメ、これやばいね、これダメね。今のはちょっとだね。今のは今日一の見せ場でしたね。当たってればゲーム数倍だからね。
そう。いやでも、まあ、暑かったよ、うん、暑かった。いやー、もったいない。あー大丈夫、いい台だよ。いや、もう本当に良さそうですよね、うん、右2連続で当たってるんでしょ。2連続外してますね。まあ、いい台、うん、ちょっとではポイントの取れ方が鈍いかな。あっ、チャンスで来るのか。で、そう、こっち行った方が多分当たるはず、当たりやすいはず。で、今ステップアップしてる緑。おっ、いいよ、赤。あれ、安い。あ、まだついてる。あ、2個あったのか。あのチャンス目でいったのかな、その後引いたやつで。いっぱいポイントが取れたっていうことでいいですか、これは。あ、言ってましたね。っていう、じゃあこう枚数がないですと、もう当たんなかったら買い出さなきゃダメ、当たんなかったとか、もう買い出さなきゃダメよという状況ですね。もうこれ余計これだよね。あー、ダメか。いやー厳しい。きついかな。おっ、3回目ちょっと別なのか。リプレイが揃うたびに抽選。これ熱いやつ。おう、これ当たるんじゃない。当たった。おー、第2枚、賞2枚ね、668ゲーム。あれ、バイちゃんが出てるよ。バイチャンス、バイチャンス。え、いかない。あはまったけど、あー安い。あー、やばい。ただ当たるからね、普通に3つでも当たりますね。ただ当たるときは大体、うん、この当たりの球が5つとか7つとか、そういうパターンが来るのね。おお、ありがとう。よっしゃ、逆転パターンいただきました。まあね、最低100なんだけど、俺前回打った時
6連続で100だったよ。で俺最高134とか。あ、まあでもそんなもんですよ。ここで500とかやってる人はよく見るのよ、ね、と勝てるんだ。あの熱くなるとか言いますんでね、熱くなるとか言いますんで、で1秒ごとに10ゲーム乗っけてきます。まあまあこう乗っけていくっていうか進んでいくんで、でその1秒ごとに継続抽選やってて、もう 99. 点何パーとか、ここからね、ここまだまだ。もしもし、水戸です。もしもし、ちゃま、おじいちゃまじゃよ。いい句があるんじゃが、聞いてくれるかの。で、秒数ごとに継続抽選してて、ダメだった時は最低100まで上がるんですよ。でこの辺で落ちてる可能性はあるの。だ100超えればまだ落ちてないっていうことだからいいんだけど、終わるな、ここここ、あ、終わっ、今さ、でも100超えてたよね多分ね。102とかね、ふざけたことやってるぞこいつ。あ、103。あー、オッケー、両方来たよ、両方来た、当たるね、これ来ますよ、うん、当たる当たる。あ、これ 60% ぐらいある方のチャンスだ。Yes, yes, 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 yes